情報処理安全確保支援士、略語の句。情報処理安全確保支援士試験への合格を目標として、セキュリティや情報処理に関する略語を学びましょう。HMAC、ハッシュベースドメッセージオーセンティケーションコード。公開鍵、秘密鍵、ハッシュ関数を組み合わせた暗号化技術。 二社間でメッセージを送受信する際に送信者の認証と本文の改ざん検知が可能。OTP、ワンタイムパスワード。一度しか使えない使い捨てのパスワード。生成されて一定時間を過ぎた後は無効になる。OP25B、アウトバウンドポート25ブロッキング。ISP のメールサーバーを経由せずに、 インターネット方向に出ていく25番ポートを遮断する方式。これにより直接送信先サイトのメールサーバと SMTP コネクションを確立しようとするパケットを遮断できる。IP25B、インバウンドポート25ブロッキング。他社の ISP のネットワーク内の動的 IP アドレスから 自社 ISP 内のメールサーバーへの SMTP 通信を遮断する方式。企業や ISP 等のメールサーバーからではなく、メール送信者が自身で用意した、メールサーバー等から直接送信されるメールを遮断する。DKIM ドメインキーズアイデンティファイドメール。あらかじめ発信元ドメインの DNS サーバーに、正当なメールサーバーの公開鍵を登録しておき、 SMTP サーバーが付したデジタル署名によって発信元のメールサーバーの正当性を検証する仕組みであるドメインキーズを元とした技術。署名を検証するための公開鍵をメールヘッダーに添付する IIM の技術が追加されている。今回はここまで。また一緒に勉強しましょう。